寂しいとか愛とかわかんない人間の形を投げ出したんだ。抱えきれない言葉だらけの存在証明を、この小さな墓から出んな、気づいたら最後逃げ出した。僕ら全員演じていたんだ、エンドロールに向かって行くんだ。さみんな必死に役を演じて、傍観者なんていないのさ。私なんてないの、どこにだっていないよ。ずっと僕は何者にもなれないで、僕ら今さっさとライアーって延長線さら出してみて、弱いアイソン垂れ流すことの愛憎、ドラマチックな展開をどっか期待してんだろう。君もイエスイエス気を飲んで采配を作り編んだヘッショットバグモイもその心を知る。間違ってく様子を黙った僕ら全員無垢でありました。いつの間にやら怪物になったんだ。その全てを肯定しないと前に進めないかい。まあ君にはきっと無理なんだ、だから君にはきっと無理なんだ。いつの間にやらガヤにいたんだ、そんなガヤばっかり飛ばしてきたんだ。みんな必死に自分を守って救いの手を待ってるのさ。考えたくはないよ、バカになっていたいもん。ずっと僕は何も物にもなれないで、だから今天線上に立ってその旗は高く待ってレッサー頼る愛を言葉すら必要ないよ。ドラマチックな展開はどっとヒットしてきたろう。君もイエスイエス気を飲んで再会を誓い合ってワンチャンしかない僕の一瞬をかけるのさ。クライマックスみたいな手に無理と泣いた。隠してきた本当はどこにもない。笑ってきた奴らに場所はない。思い出してポイって捨て感情はない。流した涙理由なんてない。優しさに温度も感じられない。差し伸べた手に疑いしかない。穴が開いて愛を垂れてしまいなったんだ。倒れそうな僕を覗き込んだんだ。諦めかけた人の前にあったな。いつもは触らうようにお出ましさ。君にはどんな風に見えてるんだ。呼吸を整えてさ。さあずっと僕は何者にも